らっしゃいませ、こんにちは。アリメリチャンネルへようこそ。ゆっくりしていってくださいね。それでは、ゴー。今日は島村さんに行ってサンリオ商品購入してきました。主にですね、2月9日に発売の商品を紹介していきたいと思います。まずですね、1つ目、こちらが吊り下げられるマルチポーチ、こういう感じですね。お店にはですね、シナモロール、キティちゃん、マイメロちゃん、クロミちゃんとあるんですけども、クロミちゃんの方が売り切れになってしまっていて、こちらのマイメロちゃん購入しました。とっても可愛いです。で、こちらはなんといっても吊り下げられるということなので、この上の部分にね、フックがついてます。こういう感じで、ちょっと後で吊り下げてみたいと思います。で、中身なんですけども、ポーチなので、こういう感じで両方ね、物が入れられる形になってます。で、こっちはメッシュケース、ジッパーついてるので落ちないですね。こちらの方はポコポコってなってるんですけども、奥にこちらもジッパーがついてるので、はい、安心ですね、すごく。で、このフックなんですけども、この中に入れられるっていう風に書いてあります。で、中に入れても普通のポーチとして使えますので、旅行とかにね、ついてってあげたら可愛いなって思います。で、大きさとしては私の手のひらいっぱいくらいの大きさですかね。ちょうどいい感じになっています。とても可愛い。で、お値段がですね、こちら税抜き490円、なんとなんと安い。すごいですね、島村さん優秀ですよね、本当に。すごく可愛かったです。そして次、スマホリングですね。こちらも全部税抜きで490円でした。で、私はですね、キティちゃんとマイメロちゃん、クロミちゃん3つ購入してきました。めちゃめちゃ可愛い。これね、結構太さがあってしっかりしてるんですね。ちょっと重さがあって、ちょっとまだ使ってないんであれなんですけど、すごく可愛いなと思いました。マイメロちゃんとクロミちゃんとキティちゃん見たところ2種類ぐらいあって、どれにしよう、どっちにしようって迷ったんですけど、この3点買ってきました。で、他にもケロケロケロッピとか、シナモロールとか、ポチャッコとか、グデタマとか、ケロケロケロッピありました。いやね、あ、ポンポンプリンちゃんもありましたね。いやね、すごい揃って、全部欲しくなっちゃったんですけど、ちょっと今回は我慢して、この3点買ってきました。すごく可愛いです。後でつけてみます。紹介したいのがですね、こちらの三つ折り財布になります。こちらはですね、2月9日発売の商品ではないんですけども、とてもおすすめなので皆さんに紹介したいと思います。こちらお値段が税抜きで1290円、すごい安いですよね。で、三つ折り財布になってます。で、見た目もすごくね、キャラクターいっぱいついてて、めちゃめちゃ可愛いです。で、中身もですね、開けるとこうやってカードケースですね、カード入れすごく結構いっぱい入ってます。で、中にもですね、カード入れるところが裏と表に2枚ずつあるので、結構カードも入ります。で、このガマ口の中も2種類に分かれてるので、ちょっと大きいお金とか分けて入れれるようになってます。すごくね、使い勝手いいです。で、あとね、この上にこういう風に穴が開いてるんですけど、なんかストラップとかつけても可愛いなって思ってます。すごく可愛いですよね。それでですね、実は私、じゃーん、ピンクをね、
使ってるんですよ。最初買う時にどっちにしようって悩んで、ピンク好きだからピンク買ったんですよ。で使ってみたらすごく使い心地が良くて、ちっちゃいのですごくいいなと思って、で2個目もゲットしちゃいました。すごく可愛いですよね。私もともと長財布を使ってたんですけど、あのバッグ小さいのでバッグ入れちゃうとね、お財布でいっぱいになっちゃうんですよ。なのでこういう三つ折り財布あったらいいなと思って買ってみたところ、すごく良かったです、ね、買って良かったなと思いました。それでですね、比べてみるとですね、このキャラクターの配置とかもちょっと違ってて、またそれも味があっていいなと思いました。ちょっとね、今売ってるか分かんないんですけど、これ見つけたらぜひぜひゲットしてみてください。めちゃめちゃ可愛いです。では今回はこんな感じでご紹介させていただきました。今日もご視聴ありがとうございました。これからもですね、可愛い商品をたくさん紹介していきたいと思っていますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではでは、またねー。